夫に離婚を言い出された。ちょっと輸送していた。夫は子供の時親から捨てられて、その後道を誤ったりしたけれど、今は本当に真っ当な社会人。結婚して10年。私も仕事をしているので、ごく当たり前の兼業主婦の家事しかしていないのに、こんなに大事にしてもらったのは、生まれて初めて、ありがとう、ありがとうって毎日言われている。自分がどうしたら君に喜んでもらえるのか、普通の家庭がどんなんだかわからないから。悪いところがあったら全部言ってねという大事に、大事にしてもらっている。30年以上ぶりに、夫の毒親と毒兄が現れたよ。そこそこうちが裕福なのを知って養えだってさ。君に迷惑をかけるから別れる。ちょっとでも財産あると抱かりに来るから。全財産と慰謝料、とんでもない金額を支払ってすっからかんになりたいって。バカね。あんな人たちのために不幸になる必要はないのに、これからの人生自分の幸せのために生きようよ。あの人たちが悔しくて死にたくなるほど幸せになろうよ。訴えられてもいいから、ビタ一文払わなくていいし。俺には、親も兄弟もいないっていいなよ。最高裁まで付き合っちゃうよ。そこまで戦おうよ。親兄弟は選べないけれど、幸せになることは自分で選べる。離婚したくても無理よ。不受理届け出しているもん。愛しているから離婚とか無理。って言ったら、号泣されてぎゅうぎゅう抱きしめられた。おっさんとおばさんだから絵にはならんがね。